で、トモロさんかな、あとはチェック入れて、じゃあ今カーソルします。ちょっと昨日ね、画面がちっちゃかったんで、今日試合中の方に画面を小さいで、やらせていただこうかと思います。今日、対戦中だけはちょっと画面大きめで、流させてもらおうと思います。では、おもろビクトル対ダラデミトリ、ジュサギ、始めます。二人ともよろしくお願いします。いや、正直昨日ね、ちょっとダラテンさん出た時に、ちょっと画面小さいなというふうに思ったんで。行ってみましょう。さっき言った通り、空中ファイヤーで、ダラさんが牽制かけて、まあ、おもろさんを寄せないように。やはりエジプトステージなのか。そうですね、このステージがやっぱりラグが少ないって言われてるんで、まあ、選ぶ方が多いですね。あ、そうね、さっきのデモンクレードルも対空、ちょっと分かりにくかったんですけど、しゃがみデモンクレードル打ってるんですよね。そうじゃなかったら、大パンで潰されちゃうんだけど、すごい細かい、対空の駆け引きが行われてます。反撃してブレジャー入る。このワンチャンでどんだけダメージ取れるかっていう感じですね、お互い。先に触った方がものすごい火力はあるけど、処置が取れない。そうですね、いや、カラキャンとかじゃなくても、相手が飛んだのを見て、しゃがみデモンになるタイミングの入力をするっていう感じですね。もう早めに。しゃがみにこうしてボタンを遅めで出すと。さあ、これね、画面端がきつい。早くバックスピンとかで逃げたいんですけど、安易に逃げられない。終わる気決一人プレミアム一人お互い投げがね、減るんで、一回捕まると打撃投げのタックで一気に持っていかれちゃいます。高橋さんの声が聞き取りづらい。あ、声ちっちゃいですか。ちょっとじゃあ音量上げますね。どうですかね。ちょっと音上げたんですけど、私も称えろ。さあ、先に一本取ったのはダラさんですね。まあ、正直ちょっと試合はお互い結構と付き合いになってたんで、ゆっくりの声を小さくしてほしいです。ゆっくりの声を低めに。わら。ゆっくりの声。プレジャーガンガン通る開幕でしたね。そうですね、プレジャーが通って、まぁ、ちょっとおぼろさんも歩き2回転とかをしたんですけども、まぁ、ちょっと通らなかったかなと。頭にガスで当たるのじわじわくる。そうなんですよね、あれ歩いて近寄れないんですよね、あのファイヤーのせいで。さあ、あの連携うまいですよね、投げからのダッシュ投げ。あっ、ここデモノクレイドルと2択になってるんで、まあちょっとじゃんけんに行くときは仕掛けていかれて、ゼロデモンから裏回りしっかりワードレガーキャン。早いなぁ。ああー、なるほど、ボヨミちゃん切ろうかな。じゃあボヨミちゃん切っちゃおう。まあちょっと今ボヨミちゃん切ったんで多分大丈夫だとは思います。でダラさんが全体的にちょっと有利に試合進めてますね。もう対空ゼロでも、あれが一応ビクトルのジャンプ大パンチをちゃんと潰すことができるんで、めっちゃむずいんですけどね。うまっ。ここです、サンダーブレイクで、さあ、画面端押し込んで、体力半分奪う。膝から対空、最後何持ってくる。あー、ダラさんうまくバックスピン出た。逃げましたね。このぐらいの体力だとお互いもうワンチャンで決まっちゃうんで。さあ、あの体力でも、2回転が一発入ったら終わっちゃう。さあ、壊し、あー、今の、壊しからジャイロだったら死んでたなー。あ、最後バットをきっちり見てから確認ですね。うまい。私も称える。誰だ、敗退に及ぼうって言ってるやつは。
2-0 で今ダラスさんが勝ってますね。ちょっとおぼろさんの動きはまだ少し硬いかな。さっきの斜めレモンがめちゃくちゃうまかったっすね。あれは身内読みなのかな。さては第3戦目です。さあ画面端に追い詰めているのはオボロビクトルだが、さあうまく切り返して逆に画面端に持っていく。まだここだったらオボロスもうまく切り返していく。結構端抜けるのむずいんですけどね、お互い簡単に切り返してますね。サンダーブレイク多めに打っているのは身内読みなのかな。なんか僕思ってたよりもっとジリジリした展開になるかなと思ってたんですけど、結構お互い前に出る感じで試合進んでますね。さあのジャンプ代々がきつい。あれがデモンクレイドルがめちゃくちゃ出しにくいジャンプ代々、普通に出すと潰れちゃうんですよね。さあ1本ずつ取り合ってお互いゲージも潤沢にある。この状況だと本当に画面端ラッシュ2回でお互い殺せる火力持ってるんで、これねビクトルは正直2本ぐらいゲージがあれば十分なんですけど、デミトリに貯められると結構きついんじゃないかな。このプレイジャーで追いし壊しか、壊しからイエスデモンか、あっこでまあまあもう一回プレイジャー入ったら死んじゃってるんで、さあイエスを1入れて、スカシから正代ゲージ漏れかな。さあズラシが入って体力5分ぐらい、今のはズラシで膝すぐもう斜めデモンから追い打ちでバッと、あしゃがみデモン打ったんですけど今のは通らず。いやうまいな。なんかねしゃがみでも結構入力は何パターンがあるみたいなんで、その人によってと違うみたいなんですよ。まあ、先行入れてからしゃがむ、先行入力で照準入れてしゃがむ人もいるし、あのコマンドをゆっくりめに入れて最後斜め下固定しといてボタン後押しとかっていう人もいるんで、まあ、しゃがみでもちろん小技振ってる間に入れる人もいますし、あダラスさんは斜めレモンが綺麗に出てるんで調子いい感じですね。さあ裏落ちからコマンド投げ、さあ置き技からの連続技うまい。ああこれですね、対空潰しのイエスバックスピン、あれだけがしゃがみ台パンで唯一ビクトルが落とせない。イエスも1減るな。ダッシュ上 K から2回転おぼろさんの得意技っすね。あれ絶対難しいと思うんやけどな。さあ台風基地見えてる。お互い台風がしっかりしてるからなかなか中央では捕まえづらい感じしてますね。さあおぼろごま入ったぞ。さあ残りもうデミトリア体力わずかだが、あ斜めデモンでゲージ入ってしまったんでちょっとこれは厳しいか。今のは1回転ミスかな、まあ、コマンド投げ入っておぼろさんの勝利。いや結構ね読み合いの部分が本当なんていうのすごい、お互い分かってるから展開がめっちゃ早くなってますね、普通のビクトルデミトリより。
構なんかシーソーゲームになりそうな感じしますね。まあお互いやり慣れてるから結構のびのび動いて、まあこっからいろんな技見せてほしいなって感じなんですけど、さあ開幕は上り大パンでビクトル落としていく、置いておく感じで打ってましたね。うまい。さあお互いガーキャンがうまいので、どうやって潰していくか、置き技もねあんまり数重ねられない感じがしますね。ガーキャンすかし、プレジャー入って、さあオールタタリウム残りわずかだが、ちょっと顔面暴発は痛かった。これで先にダラデミトリがいく、あの立ち中しゃがみ台がね、とまあ、いいことずらしの伸び防止になってるんですよね。だがオブロさんもきっちり対空が見えている。さあライピーで捕まえて、あーで、まあ、バットスピンでうまく逃げられているんですけど、まあ、すぐに画面端になんか追い込んでいってる感じですね。対空で、と飛びのタイミングがすごい上手いんで、小室さんが、まあ、あんだけファイヤーをね、あのこう打たせてくれないっていうか、まあ、遠距離じゃないと本当に打てないっていう、すごい微妙なんですけど上手い位置取りを小室さんがして追いきます。これね本当にあの初心者目線だと本当にあのなんかお互いあすごい上手いんだなみたいな感じで、ちょっと細かいところとかはすごい見づらいと思うんですけど、まああの絶対派手なシーンが何個か出てくると思うんで、そういう部分楽しんでもらえれば、今のねちょっと細かい目押しとか、あビクトルこんなコンボできんだとか、あーリバーサルでケツ、いやー今のは完全にもう決め打ちっすね。さあこれでおぼろさんが逆転。お互いもうなんだろう、2回転とか斜めデモンとかもうね本当に綺麗に出すんで、ああいう派手なプレイは見てて面白いし、いやこういうとこで打ったら当たるんだとかすごい参考になるなと思いました。こう対空からダッシュコマンド投げ、ビクトルのダッシュって実は結構早いんですよね。リリスと同じだったかな。さあもう一発メガスパイク入って、オブロさんが先に1本中足から重ねて、デモンで反撃できない、電気音で繋いでいく。さあ大ピーで落として、デモンで借りたいが電撃が強い。さあなんとかちょっとバットスピンか出して逃げたいところ、なんとか足を脱出したんで、まあ試合ここからですね。あサンダーブレイクの残りかすが当たる、これは痛い。弱中大立ちから確認して、コンボ大ピオピうまいですね今。さあ中中台で割り込んで、こう斜めレモンで逆に割り込み返す。お互い割り込みの技選択とやることが早い。ここでブリスが入って、さあ1本取り返せるか。ダイヤスタイクうまい、高めに代々打ってくるんでわざと姿勢下げてるのダイヤスタイク。おっとジャックからまた2回転狙ったけど距離が足らなかった。おしゃがみ大パン潰しですね。さあちょっと試合分からなくなってきたよ。あー今のはちょっとプレジャーがねちょっと早かったかな。じゃちょっと遅かったんですね。プレジャーから斜めデモンとか、あここで選択肢持ってくんだったらもう少し早めがよかったかな。多分前置きとかその動きの一点読みだったんですね。さあこれで 2-4 になってしまったが、
まあ、まだまだお互いここからという感じか。さあ7戦目。さあデモンフェーズから投げ、壊しはきれいに。さあ空中ファイヤーを今回は多めに巻いてゲージを貯めていく。ダラデミトリ牽制しながら、まあ、まあプレジャー用のゲージ貯めてる感じですね。ちょっと斜めデモンも潰れてしまう。今はタイミング本当に絶妙でしたね。あのタイミングじゃ潰れないっていうタイミング。さあ空中ファイヤーをばらまいて再びゲージを貯めつつ、大空はきついでもグレードル中足キャンセルブリスで、これで先に1本取ったのはダラデミドリ。今度はなんかダラデミドリが生き生きてる感じしますね、この試合。さあチェーンから追い打ち、1本取り返す。これ体力が五分五分。ビクトルはゲージが6本、デミトリが2本。さあ追い詰められたが、どうやってダラスさんは逃げるのか。投げできっちり前に出て、こうやってねラインを細かく取っていかないと画面端が本当に厳しい。ここダッシュ投げ。さあこれネタですね、サンダーブレイクのめくりけど、まあさすがに知ってるんできっちりガードしてますね。さあ今のはジャンプ台板と見せかけてのメガスパイク。いや分かってるもん同士だから、もう通るものが通らなかったり、もう通らないものが通ったりっていう、ちょっとえらいことになってますね。さあこれで 2-5、少し、おぼろが引き離しにかかってきたが、実際まあ今おぼろさんがちょっと地上からのね、あのダッシュコマンド投げとかがうまく通って捕まえきっているというのがあって、もう言ったそばから逆にダッシュコマンド投げを入れてガラデミトリがダメージを取っていく。ちょっと今度は投げ主体に切り替えてきた感じなのか。投げ、コマンド投げからさらに投げて、最後はバットを削りきれない。さあ中台決めて1本取ったのは誰でもいい。そしてブリス投げ主体の構成に切り替えてきたか。これで試合の流れが変わる感じ。さあおぼろもきっちり上は見えている。もうダッシュコマンド投げはさせないぞと割り込みのデモンクレードル。さあ惜しげもなくゲージを出す、もう放出していってますね。さあもうなんかダッシュ投げはもう分かっているぞと、もううまくさばいていくダラデミトリ。おっとブリスをケツが挟む。なかなか見られないこのシチュエーション。さあ投げが通るぞ。さあからここできっちりと取り返して流れを引き戻せるか。さあ飛びから投げ、最後斜めでもギリギリ届かない。おヒヤッとするな。コパン壊し一発ガードしたら2回転が飛んでくるかもしれないというあのプレッシャー。最後追い打ち決めてダラデミトリが取り返す。さあでそろそろちょっと放送の方が28分なんで、ちょっと次枠に行こうかなと思います。今のところ3対5で、おぼろビクトルがリードしています。おぼろさんの方が、勝ち越している状態です。まあ、ただ最終試合をダラさんが、取ったんで8戦目、まあ、ここから流れが切り返せるかどうかというところですね。さあ
では9戦目スタート。上りダイパンでゲンプルが前に飛んでってます。大体普通はバックジャンプファイヤーとかで安定コードしたいんでしょうけど、やっぱライン上げられるのが嫌って感じです。さあうまくずらしからの投げで、あっという間に1本ピクトルが取ってるぞ。さあだがダラさん負けてはない。ゲージ1本使ってダッシュからブリッジを入れる。ネットに立ち準備使ってる人あんまりいないと思うんですけどね。振り方が絶妙。さあボロさんはダッシュジャンプ大パンチを匂わせて投げを通していく。さあダッシュが、あ、これデモン出なかったのかな。飛びはトールが顔面までは繋がらず、で起き上がりにリバーサルケツで狙いすぎやな。最後はずらし気味の膝が刺さっておぼろさんが取り返しましたね。さっきの試合で流れ変わったかなと思ったけど、これで 3-6、 3本差。ビクトルね強いでしょこれ。いやほんとこれだけ見てたらビクトルすげえ強そうに見える。ただなんかキャラ的な組み合わせで、あのビクトルが数少ない、まあ五分か、まあ、それ以上ぐらいにやれる組み合わせなんで。最近おもろさんがなんか新しいネタを仕込んでるって言ったんで、それもちょっと楽しみにしたいところなんですけど、ダッシュコップ足からこれを手につないで、上り弱大大、あーすごいね。なんかお互い知ってないとできない連携ばっかりですね。あ、これすごいいいカードなんですよ。ただあの対策どっちかが知らないと本当に片方が一方的にやられちゃう組み合わせなんで、お互いレベルが高いからすごい面白い試合になるなっていう組み合わせです。3本差なんで、ダラスさんここでやっぱりちょっと取り返して引き離されないようにねしていってほしいところです。まあ、お互い背高いんで、まあ、技を上りからっていうことが多い感じですね。そう、ES でも3連発、意地でも、まあ、画面端に進ませないぞっていう、こう本当に意思表示って感じですね。ホット投げスカリン、最後デモンクレイドダラスさんが取り返して、これでまた、2本差に戻りましたね。あれ、ロボロさんがチップ外した、なんかあったかな。入りましたね、大丈夫ですね。じゃあちょうど、10戦終わって、現在 4-6、オーロビクトルが、今勝ってます。いやほんと、こんなシーストゲーム続いてたら、3枠目いっちゃうかもしれないですね。本当にお互い上をきっちり見てる、地上戦やりながら上見てるって、本当になんかレベルが高い。あの投げ受け身からダッシュコマンド投げまで、きっちりセットで、これもそうですね、ジャンプ小パンチから今2回転の前ちょっと歩いてましたよね。
8回転回してから前入れとくんだったかな。ちょっとやれって言われたらできませんけど。とじりじりした展開になってきた。立ち続けで相打ち取りましたね。あれで相打ち取れるって判断がすごいな。さあ水上ジャンプでめくって追い打ち。さあ画面クリスは入らず上り背負う台。ここでファイヤーの牽制モードに入ってダラデミドルがゲージを貯めていく。あ、地上にキューピーさせるモード下がファイヤー食らう。またジャンプが通っていくも取り返す、まあ、このぐらい。おお、逆タクプレジャー、もう2回転のお返しだとばかりのプレジャー。さあ ES バットで対空誘ったがまあダーキャンに返される。対空潰しのジャンプ台をガラスさんが振り回しているがなかなか通らず、さっケツで挟んだぞ。これは死ぬか。死んだー。これで47。いや、やばいなこれ。あそっからまくるか。なかなかこの2本差が縮まらないな。まあ、動き出してからほんとちょっとじりじり1勝1敗を繰り返すようなそんな感じですね。やっぱり1回捕まえると一気に死んじゃう。さあ12戦目。さあお互い、細かい技を当て合いながらガウチャン昇竜でお互い切り返していく。ファイヤーやもなんかファイヤー今のは読み切ってたんですかね。すごいですね。結構こうファイヤーを打ちながらダラデミトリはもっと逃げ回るかと思ってたんですけど、意外とこっち上で戦ってるイメージが今日は強い。さあオボロが下手を連発したところにブリスできっちり、カウンター。さあ残り何で削できるか。80B タイク、うまっ。さあバットはきっちり打つ。あー ES が出なかった。ジャンプ代々にこれは逆タクのプレジャー。もう勝利を潰されるぐらいならプレジャー置いとくぞという。さあ最後投げまで通してダラデミトリも負けてはいない。本当にいちいちでじりじりと取り合っている展開。いやー二人ともうまい。さっきのジャンプ大隊にブレジャーっていうのがやばかったな。いやほんとこれ3枠目あるなあ。あと18分で結構一方的にならない限りはこれちょっと3枠目いっちゃいますよね。上り大パンで、そうですね、開幕上り大ピン多いですね。あっとコマ投げ使ってしまってフルチェーンからスカシベメガスパイク裏に回るがでも切り返す。さあ台風は技を出さずに潰していく。ここ斜めレモンが全然ないとこれが痛いぞ。さあバックスピンで冷静に逃げていくダラデミトリ。さあ DC と中間距離で付き合っている状態。さあ今はきっちり反撃からしかすげたんで1本ゴロビクトルが取る。さあ目押しは繋がらず。ラックス暴発したがダイヤス取り返し。対空レモンからプレジャーは読み切って飛んでいる。
さあ、2回転はさせないぞと、デモンクレードできっちり割り込む。あ、ずらす気味にデモンクレードで割り食ってますね。さあ、ザラデミトルがゲージを吐き切った状態。ここで1本溜まったので、これでまた、DS デモンが、ブリッジが打てる状態になってますね。だが、8割ぐらい体力あるけど、ビッグドローのラッシュ一度食らうと、これがなくなっちゃうんで、さあ、さあ、この仮面端から出られるか。さあ、画面端きついぞ。今のは2回転ですか。さあ、きっちり大パン入れて、ダイロはイエスデモンで切り返す。さあ、熱い試合展開だが、ダイヤスタイプうまい。いや、よう見てた。私を称えろ。いや、今の最後の対空、ほんとよく見てたっす。体力計算完璧でしたね。さあ、これで6、7近づいてきたぞ。さっきまで埋まらなかった差が1本差まで埋まった。さあ、14戦目、ここでもう一度ボロが引き離しにかかるのか、それともダラデミドリが追いつくのか。体力リードはわずかにオボロビクトル。さあ、画面端がきつい。おっと、今のデモンクレードルしゃがみからですね、ちょっと早出し気味にして技を借りにかかりましたね。さあ、バックダッシュからのデモンを使って切り返して、なんとか広い方に逃げたダラデミドリ。おっと、ボロがダッシュでメガスパから追い打ちは入らず。さあ、今度はオボロが画面端に追い詰められているが、おお、きっちり顔面でデモンの隙に落ち。さあ、ザラデミトリがデモンクレイズをばらまき始めた。あ、これはちょっと自由にオボロを動かせすぎなので、ばらまいていく形だ。中継対空うまい。通常技の振り方がめちゃめちゃうまいですね、お互い。さあ、体力差は約半分ほど。大嫌い、あれでスプレッド、そんなん見たことねえわ。おっと、弱々顔面。あれ意外とダメージ60ぐらいあって結構減るんですよね。さあ、最後ダッシュコマンド投げ、オボロがまた引き離しにかかった。これで6、8。いや、早いっすよね、ほんとね。ビクトルってこんな早かったっけみたいな。あ、そうそう、 DS の顔はね、割と減るんですよ。結構、まあ、ダメージ的にも安定してて、なんか今日練習してたみたいですね、おもろさんが。でも、その、顔面入れるといいんじゃないかってヒントを出してくれたのはダラさんらしいんですけどね。ビクトル実は早いんですよ。技の発生がちょっと遅いだけなんで、機動力は実は結構高いんですよ、見た目に比べて。といっても、こんだけ早くまあ使いこなせるのはまあ、あまりいないと思いますね、プレイヤーは。さあ、今度は、ダラデミトリが試合を有利に進めています。かなり早い段階に1本取れているので、なんとかこのリードを守りきりたいところ。できればこの体力が残っているうちに、まあ、ブリスやプレジャー等でもう少し体力を奪っていきたい。さあ、これプレイで入るぞ。これがでかい。さあ、投げを通して斜めデモン、入れっぱ防止の斜めデモン、うますぎ。
さあこれ以上差を広げさせないぞと。7対8。いやほんとシーソーゲームですね。さあまた1本差に追いついたぞ。ザラデミトリ、ここで5分まで持っていけるのか。着地とか起き上がりとかってね、飛ぶまでのモーションのところに、重なってるとイエスでも当たっちゃうんですよ、ね、あれが、まあ、ゼロデモンじゃないともちろん間に合わないんですけど、それをきっちり言ってるザラデミトリの技の精度がすごい。すごいですね、もうどっから斜めデモンが飛んでくるか本当わかんないんで、すごい怖いですね。さあ体力的にはお互い5分ぐらいだが、まあ上から入りたいビクトルと、それをさせまいと、まあいろいろと通常技体育や早めデモンなど、まあいろいろ使い分けて、それをさばいていくデミトリ。ハジメしてますね。ダイヤ下行く。最後デモンクレード大デモンですね。さあ結は読んでいた。さあ対空このイエスバットからチェーンコンボ入る。繋がってなかったけど美味しい。デモンクレードの着地にはきっちりカウンター入ってますね。あの2フレぐらいしかないんですけどね。スタープレジャー入ったぞ。おっとこれでダラデミトリ追いついた。追いついてきましたね。8-8。さあ17戦目か。どっちが先にリーチかけるんだ。いやこれ面白いわ本当。さあ結構目立つのがダラさんの斜めデモンと、まあ、あとおぼろさんのダッシュコマンド投げ、この2つの精度がすごい高いなっていう感じで、結構要所要所で決まってるなって気がします。さああの地上戦の中も体育がきっちり見ている。さあこれで勝った方がリーチをかける。ここ先に取るのは本当にプレッシャーがね、負けた方かかっちゃうんで、絶対にここはこぼしたくない試合でしょうね、お互い。さあ画面端もきっちり対空見ている。さあチェーンがつながって画面に、さあデミトリ逃げられるか。あれ顔面コンボ、先にリーチかけたのはオーロビクトル。そうですね、あれイエスピンからつながってないのはなんかあれですかね、2回転とか入れ込んでるんですかね。いやーさあ先にオーロがリーチをかけたぞ。けどなんかね、この流れだと今までずっとね1-1で取ってきてるんだと、またここでダラスさんが取り返すんじゃないかと、なんかそんな気になりますよね。さあ中中台入った。さあ画面端から逃げられるか。ちょっと画面端がねそうですね、お互いにデモンのスキルで決めていく。さあザラテンは、ファイヤーとデモングレードでゲージを貯めていく。
さあガッシュ投げで、さあここの先に1本取った、これは勝ちが見えてきたか。さあ上を見ながら画面端から出さないようにと動くおぼろだが、石炭地方に戻ってしまうと結構試合になるんで一進一退って感じですね。ブラック中で今のはプレイタミスかな。中大イエスを打って、おーっと差し大パン。さあ分からなくなってきたぞ。ブラッシュ大が入る、体力状況ほぼ5分だ。さあおぼろごまがっとかさ当たりだった。膝が当たって、さあ最後は何持ってくる。さあ画面端から出してできた、これワンチャンあるよまだ。さあケツも回避して、あー残りだっと削り、最後は膝でフィニッシュ、おぼろさんの勝ちですね。いやーやばい、2人ともうまかった、いやほんとうまかった。